出汁道楽の自動販売機。三井のリッパークに設置されている。ペットボトル内には飛び魚が入っている。出汁道楽は、広島県江田島市に本社を置く有限会社、三寛田醤油が販売する出汁醤油。ペットボトルの中に焼いた飛び魚がそのままの姿で入っている点に特徴がある。また、自動販売機による販売という珍しい手法をとっている。 だし道楽は薄口醤油を基本とした関西風の出汁製品である。うどん、鍋、だし巻き卵など多くの料理に使えるとされる。自動販売機で販売できるように容器には 500ml のペットボトルが用いられている。広島県江田島の工場で1日あたり2000本から2400本程度が生産されている。製品は小顎入り、昆布入り、焼き顎。 ソーダ節入りの3種類が存在する。容器には出汁以外に、昆布入りの製品には、昆布、小和入りには、九州産の焼けあごと昆布、焼きあご、ソーダ節入りには、小和ごと昆布と、ソーダ節が入っている。容器内の焼けあごは、砕くことでふりかけとして利用することもできるとされる。飲料と同様の自動販売機で販売されている、ものの、 通常の飲料ではありえない700円という値段のため消費者が通常のペットボトル飲料と勘違いして購入するような事態は起きていないという。なお、外国人の利用者に誤解されないよう念のために自動販売機には Do Not Drink, This Is, A v e n d i n g Machine of Dash という注意書きがなされている。ニタンダ醤油直営のうどん屋吉浦店。 元々はこの店舗で使っているだし汁だった。だし道楽を販売するニタン醤油は、元々は醤油の販売をメインとするメーカーで、醤油の売れ行きが不調だったため、醤油の加工食品に事業を広げることとした。この際、ポン酢や焼肉のタレなどを販売する案も上がった中、今後のだし市場の拡大に期待し、だしを販売することとした。その後、 三年間をかけて開発され、2003年に、ドー道楽が完成した。当初は、デパートやスーパーでの販売も試みられたものの、好調とは言い難かった。そこで商品を宣伝するために、ドー道楽を用いたうどん屋を開業した。しかし、うどん屋の営業時間は限られていたことから、24時間、販売を可能とするため、 出しの自動販売機を設置して販売することを決めた。2012年にはコインパーキング、三井のリパークとの提携をはじめ、各地の駐車場に自動販売機を展開し、設置数が増加している。2017年時点では全国およそ40カ所に設置されている。今後も百貨店などでの販売を行うことはなく、自販機のみでの販売を続ける予定だという。 ありがとうございます。